こちら、葛飾区亀有公園前発出所。こちら、葛飾区亀有公園前発出所の登場人物。こちら、葛飾区亀有公園前発出所の登場人物では、秋元治の漫画、アニメ、テレビドラマ作品。こちら、葛飾区亀有公園前発出所に登場する架空の人物について説明する。本作品は40年の長期連載であったために、キャラクターの数も、 非常に多い。中には一般の読者を出演させたこともある。しかし本校で触れる登場人物は作中に影響するものを主に触れる。声優はテレビアニメ版、劇場版、ジャンプスペシャルアニメ版、大更新版の順。一人しか記載されていない場合はテレビアニメ版、劇場版のものとする。俳優は1977年実写映画版、テレビドラマ版。 2011年実写映画版の順。主要人物が在籍する、派出所。原作、アニメ版、ドラマを、版含め、比較的に出版の多いキャラクターは、公演全般出所勤務の両津、中川、玲子、大原の4人である。寺井は、原作では、初期から登場し、改名後は出版が激減したが、アニメ版では、レギュラーとして、登場機会が多かった。 連載初期には、公園前発出所に、松本、水谷、南という警官が勤務していた。このうち南については、送別会が行われている。ただし、同性の別人である、可能性もある。途中で庁舎の改築に伴い、新活死箇所と改められている。なお、庁舎は、成り行きからうさぎ型だった時期があったが、後に売却され元の一般的な形に戻っている。 単発、ゲストキャラクター、水本公園前発出書この発出書が登場する回、会、発出書自慢の巻は、単行本第4巻に収録されていたが、規制の問題により、1992年以降に発行されている単行本では収録されていない。代わりに、単行本第60巻頃に描かれた、愛蔵版。 下町奮戦記への描き下ろし作品であった野球卿の男の巻に差し替えられている。その他特殊刑事課ロボット化原作第35巻アニメ版第177話秘境。土井中県に登場する戦後に忘れ去られていた千葉県と埼玉県の境にある土井中県土井中村を管轄する警察署。劇中ではテレビ番組。 木曜スペシャルのスタッフに発見されるまで第二次世界大戦が継続していると人々が思い込んでおり、住民の格好、常識は戦時中のままであった。警察も急に本陸軍の制服を着用し、戦艦機から第二次世界大戦初期に使用された欧米製の兵器を装備している。アニメ版では千葉県と茨城県の境に位置が変更され、 装備品も日本軍のもので統一され、三式中戦車や戦艦、冷戦、四電改め、雷電、一式戦闘機などといった陸海軍装備をそのまま使用していると変更された。原作第35巻での大原の発言によれば、現地中流の旧日本陸軍と旧日本海軍がそのまま警察に編入されたので、多くの装備がそのまま流用されているのだろうとのこと。 通天閣を庁舎として使用しているが、一度爆発して、建物が倒壊し、一時期、食い倒れたろうを模した建物となったが、現在は元に戻っている。手配書や、令状も、なしどころか疑惑の時点で、強制捜査に踏み切る行為というより、無茶苦茶な手法で活動しており、暴力団関係、関西の警察関係で有名なことから別名、何話のワイルドナとも呼ばれている。 大阪が世界一優れていると信じ込んでおり、世間の常識より大阪の常識を優先している。犯罪捜査なら何をやっても許されると考えているのか、時には日本国外まで犯罪者を追いかけていくこともある。これは無断越境で非合法であり、大概は現地で大騒動を起こしている。基本的に全員阪神タイガースのファンである。その後、 東京が振り込め詐欺の被害が一番多いと知り、警視庁に任せてはおけないという理由で、公園全般出所の隣に通天閣所別館を建設し、東京へやってくる。その際、通天閣所別館の近くに、諸院寮、何和荘をアパート一括で借りて、諸院全員が寮生活をしている。なお、現実における大阪市何和区内の管轄は、何和警察署である。 ヘリコプターや戦車、カレオンブネなど、様々な乗り物を所有しており、その暴れっぷりは、どちらが犯罪者なのか区別がつかない。原作第10巻に登場する、警察署。東京都山奥村あざ山腰大あ山の果てにある。50塔を署の代わりとして使用している。10年間全く事件が起きていない。事件のない時には村人に役立つことをする方針を取っているため、 家畜の発育調査や農作業の指導などを職務としている。間違いで転勤となった両津からは、まるで、トンネル兵のような生活だと言われている。原作、第26巻終盤第27巻序盤に登場する両津の研修先の警察署。アニメ版では、TVSP 第7弾、量産アメリカへ行くで一部の設定を変更した、形で登場する。所長の家族、 芝又に住んでいるが、所長が子供、孫たちに甘いためよく息子夫妻が、子供たちやペットを預けに来る。息子、吉尾、伸び以外は、第84巻、145巻に登場。アニメ版では、旧動編が存在しないので、早や同様出番はなかった。なお、二通るの妻は全く登場しておらず、健在かどうかについても不明。家は、千葉の九十九里浜にあり、 両津の実家よりも貧乏な狭い家である。しかし、娘の日光と月光は、名門高校、ストリート、フェアリー女学園の学生である。木母まといの実家。木母家が経営する江戸時代から続く、老舗の寿司店。主な仕入れは菓子だが、両津のつてで、日高や幕流の外国からの産地直送のほか、両津自身が両で捕獲してくることもある。 アニメ版では早矢が登場しないため、出番はなかった。両津曰く、何でもチャンピオンになる一家。戸田敦平、両津勘吉、千田陳吉の少年時代の銅像。この項には漫画の中にキャラクターとして登場した人物を記す。ありがとうございます。